この番組はボートレース住之江の提供でお送りいたします。ボートの時間始まりました。さあということで今回もですね、リモートでいろいろやっていきたいんですけど、今日も活動しております。こちらいいですね。これまだ1号しかおらんけど、はいはい、2号、3号、4号、5号がいっぱい来たら、はい、かわいい。もう場内いっぱいもうフラワーフィフティーだらけになるわけよ。かわいい。だからフィフティーが6機できたら、はい、競争すればいいんよ。絶対やろう、それは。スクラバーでやればいい。絶対やりたい。絶対やりたい。色塗っていいんですか。色塗っていいよ。色塗って、あー、やりたい。ということで今回もこちらリモートご覧ください。どうぞ。今回のボートの時間は岡山支部の女性ボートレーサー守屋美穂選手がリモートで登場。パワーあふれる人気レーサーが番組初登場です。さあということで今回も女子レーサーとリモートがつながっておりますが、なんと初なんですか、今回のスペシャルゲストでございます、守屋美穂選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。守屋選手初なんですってボートの時間。あ、初めてなんですね。初めてなんですね。すいません、なんか。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございますよ、本当に。ありがとうございます。いや、でもどうですか、守屋選手。やっぱりもう、ここ最近はリズム的にはどうなんでしょう、自分の中では。リズム的に良くないです、まあ、フライ返しにもあったのもあるんですけど、あんまり納得のいくレースはできてないのかなって思います。でもね、もうしっかりと今年はまず早々にレディースオールスター、そうですよね、バチッと優勝してますから、はい、そう、守屋美穂選手は今年2月に行われた G2 レディースオールスターを制覇し、年末に向け女性獲得賞金ランキング上位をキープしています。ランキング的には上位なんで、今回今年はもうボートレース住之江クイーンズクライマックスなんですよ。年末、はい、頑張りたい。頑張りたいね。来てほしい。上の方でもね、これが不思議なことに、はい、住之江の優勝ないんですよね、まだ。そうなんですか。そうなんですね、はい。住之江のイメージどうなんですか。イメージ乗りにくい。そうなんですね。自分、うん、記念で呼んでもらった時もすごく乗りにくくて、はい、なかなか自分の中ではまだ納得いく域には達してない住之江は。そうですね。どうしていきましょう、今年の年末に向けて住之江対策、ね、対策。とりあえず淡水で乗りやすくする調整をつかみたいなって思います。いい位置で行きたいね。行きたいです。はい、やっぱ取りたいタイトルですもんね。今年本当にタイトル全部取りたいなっていう気持ちでやって、年始めに目標立てたんですけど、夏がダメだったんで、冬に頑張りたいです。いやー、でも本当だからそこに向けてどうしていくか、はい、リズムアップのためにどうしていきましょうか。どうしましょうかね。ねえ、年末までに あと5回ぐらい住之江来てもらって、住之江にめっちゃ走るしかないからお願いします、施工者さん。お願いします。お願いします。いや、でもどうなんですか、最近その不調なリズム立て直すためにどうやっていこうとかいうのはあるんですか。どうなんですかね、やっぱりプロペラいろいろ試してみて、合う形だったりエンジンが出る形だったり、詰めていくしかないのかなとは思ってます。まあ、そこが一番やっぱ大事ですか。そうですね。今だから現時点でこう、まあ8月ですけど、現時点では守屋選手は3位なんですよ、3位賞金ランキングが、はい、どう3位か。まあそうですよね、行くならもうやっぱね、ちょっと遠藤選手が1位は抜けましたんで、これ追いついていきたいですね。頑張りたいですよね、いっぱい記念も持ってるんで、なんでなんとか結果残して
追いつきたいですね。そうなんですよ、こっからだから記念ラッシュなんですよ。そうですよね、G1 ラッシュあるんで。だから越そうと思ったら、どうですか最近の中で、自分の中ではやっぱ G1SG 走る中でちょっと変わってきた部分あるんですか。いや全然太刀打ちできないなって思う気持ちがどんどん芽生えてきてます。あいや何がちゃうんでしょう。調整力もスタート力もターン力も全部違うなって思いますし、考え方もなんか甘いなってこう先輩たちと話し、先輩後輩もそうですけど、すごく痛感してます。そこをなんかいいアドバイスくれる最近の先輩は誰と一番喋るんですか。誰だろう、あんま喋ってないかもしれないですね。あもう結構一人で黙々とやるタイプですか。そんなに深く喋れる人があんまりいないかな。誰に聞いたらいいと思います。誰が聞くよ。だってだってさ、支部の方とかですか。詐欺だから、まあ、女子レーサー出た遠藤選手とか、平高選手はよく一緒になるわけでしょ。女子の子女子とはよく話しますけどね。あとは誰、やっぱ記念とか言ったらやっぱ男子レーサーの方がもちろん多いわけじゃないですか。そういうところでどなたに、岡山で言ったらやっぱかやちゃん。あします。なんかすごいフランクに話せそうなイメージですけど、でもかやちゃんの場合ちょっと発想が天才すぎてわからないそうなんですよ、天才すぎて多分もう当たり前にできることが私には当たり前にできないから、難しいですよね。理論派な方でアドバイス、もうちょっとアドバイスの時にこれをこうしたらこうなるからみたいな感じの。えだから森谷選手で言うたら同期の篠崎仁志選手とか、あ仁ちゃんよりマー君は片岡正宏選手は、正君はそうですね、どうなんだろう何よじゃあ、目指してるこういうこの橋好きっていう選手とか好きっていう、難しいな、みんなすごいからな、考え方がとか。でもとりあえず一番聞きやすいひとしくんとまさくんに一旦一旦ね、一旦ね、一旦ね、一旦やっぱ同期でそうやってずっと一緒に走れるっていうのはすごいことやもんね。そうですね、やっぱり心強いですし、はい、頼りにしてます。同期同士で互いを高め合い、年末のクイーンズクライマックスでは大活躍してくれることを期待しています。いやでもすごいよ、本当そうやって今も3位でこれ年末は間違いないので、はいはい、もう住の家で暴れてもらうしかないんですけど、はいうん、最近のプライベートはどうなんですか。もうお子さんはそりばっかりやってないの最近やってないですね、もう暑すぎて公園も行けない。うん、何してんの最近は2人で。2人で何やってるんですかね。一緒にいるけど何やってるんだろうって言われたら、今夏休みの宿題やってます。ちゃんと教えてんの。なんか教えてはないんですけど、はい、横でついて見てるだけです。自由研究とかあるん今。あ確か今の宿題って自由研究はまだ1年生だからないんですけど、絵描くのとか、絵日記とか。絵日記とかさ、ママのさ、ボートの絵とか描かんの。多分描かんと思いますけど。描かんのかい、っていうかもう1年生なん。そっか、1年生になりました。すごいですね、1年生のお母さん。おじさん、ね、だっておじさんやね俺ね。最初から見てるわけですよ、ね、最初から見てますから。でも私最初チンチクリーンやったんで、もう多分中島さんの司会にも入ってなかったです。よう言うわほんま、やめなさい本当あれやね、クイーンズクライマックスであとは結果を残してちょっと年末いい、はい、今年はいい1年で締めたいですね。はい、本当に頑張りたいです。最大のライバルは誰なんですか今。ライバル、うん、何だろう。もう自分自身じゃないですか。かっこいい、かっこいい、そっち派ですね。どれだけスタートいけるかも、そうですよね、はい、妥協なく調整できるかどうかも自分だし、はい、もう自分自身に勝った時に結果がついてくるかなと思います。かっこいい、ね、いやもう本当だから住の絵ちょっとまだ優勝なく、苦手意識はないですよね。そうですね、はい、乗りにくい、淡水乗りにくいな、はい、そこだけですよね。もうあとはバチッと会えば任せとけと。はい、
まあ年末ね、あのお客さんの状況どうなってるか分かりませんけど、満員の中で走れたら最高ですよね。そうですね、本当にお客さんの声援が聞こえるのも本当に住之江の醍醐味だと思うんで、うん、そこで、はい、しっかり祝福の声を浴びたいです。いやもうあのほんまに大歓声のドーンっていう中で、ね、本当にすごいですもんね。ちょっとラスト飾っていただきたいなと思いますよ、ね、さあそんな中守屋さん何かください、はい、何でもいいですか。何でもいいよ、本当に。これおうおうおうタオル、はい、タオルはオールスターのタオル、オールスターのタオルね、タオル、はい、マフラータオル、それにじゃあサインもらっていい？あ、これと、うん、それと、あ、出た、オールスターのルーキューブ、ルーキューブ、これいいね、いいね、いいね、かわいい、はい、じゃあそれにもサインもらっていい？はい、守屋さんの面に、はい、いや、それはもう違う人のとこに書いてある意味わからんから頼むね、じゃあそれ、じゃあこれで、ありがとうございます。さあということで年末に向けての意気込みと、そしてファンの皆様に一言お願いします。年末住之江必ず行っていい結果が残せるように頑張ります。見ててください。ありがとうございます。ということで本日のゲスト守屋美穂選手、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで守屋美穂選手のサイン入りタオルとルービックキューブをそれぞれ1名様にプレゼント。どしどしご応募ください。ちょっとこれほんま年末頑張っていただきたいですね。いい位置でここでね来てほしいですね。そこダメージが、いやでもそうですよね、そうなりますよね多分、うん、すごいなお母さんですよ、ね、どんな顔、どういう顔それ。さあということで守屋選手ではね、ぜひでも、はい、年末のクイーンズクライマス頑張っていただきたいと思います、はい、ということで今週はこの辺でさよなら、また来週。次回のポートの時間は宮崎つぐみ選手がリモートで登場です。5回ぐらい断られました。ボートレース住之江ではスポニチ杯争奪第56回住之江選手権競争が開催中。詳しくはボートレース住之江のホームページをチェック。ボートレース住之江場内における船券の購入払い戻しに便利な新キャッシュレスサービスジャンピーカードプラス、ポイントサービスや現金キャッシュバックなどのサービスも充実の1枚です。番組 SNS も好評稼働中、フォローして最新情報をゲットしよう。8月に行われたサンテレビ杯争奪ボートの時間、ご視聴ありがとう競争、初日の長島ドリームは4号艇の伊藤正義選手がまくりを決め、2万周の後輩塔を叩き出し、そのままの勢いで優勝戦に進出。その優勝戦も長島ドリームと同じく4号艇からまたもやまくりを決め、2万周の後輩塔、見事第5回大会の優勝を飾りました。おめでとうございます。そして番組メンバーも YouTube ライブでは恒例となった苦いお茶や虫、痛い罰ゲーム盛りだくさんの配信を行いました。次回開催もよろしくお願いいたします。ボートレース住之江から視聴者プレゼントのお知らせ、クオカード10名様にペア有料席ご招待券を10組20名様にプレゼント、番組ホームページもしくはハガキでご応募ください。この番組はボートレース住之江の提供でお送りいたしました。